ミザレムの使徒ギガントフォール。そうよ、あれが私たちの目的地ギガントフォールよ。例えばこの橋を渡るしかないみたい。危なっかしいけど行ってみましょう。避けては通れないもの。して物乞いではなさそう。遭難したのか？自分のことが思い出せない。なんだこいつ、記憶喪失か。こいつ何も覚えてないみたいだけど。ちょうどよかったじゃねえか。最近荷物運びが足りないからな。連れてって働かそうぜ。おいチビ、名前はなんだ？名前。
Let's go.
はいらっしゃいますか。いらっしゃいますか。ベーダー、まだ準備が足りないよ。僕が先頭に立とう。助けが必要な方はいらっしゃいますか。一筋の先頭が夜空を照らす。僕が先頭に立とう。一筋の先頭が夜空を照らす。助けが必要な方はいらっしゃいますか。私は女神の剣。やはりそうか。
じゃあ私の質問への答えは。神王の場所にきっと例の作り物があるはずじゃ。神王の場所か。この声は、そこの生意気な女。このベル様によくもあんなことを言ってくれたわね。私が誰だか分かってるの？話面白かったよ。残念だけど邪魔が入っちゃった。お主は狂人じゃ。このジジイ、誰に向かって言ってるの？そこの生意気な女、勝手に行かないでよ。ペル様の話が終わってないのよ。感謝の言葉が随分荒々しい。なんでって、このしょうがな女、王者に食われちゃえ。そこのジジイ、ここは危険なのよ。あの柱を見てはならんかったんじゃ。お主の考えは間違ったのぞ、この巨人め。私たちが安全な場所に連れてってあげるってば。何を言うかね、ここより安全な場所はないわ。わしの知識はお主にはもうやらぬ。わしのことは放っておいて、さっきの女でも追いかけたらどうじゃ。さっきのあの生意気な女剣士、牢獄の奥に行ったはずじゃ。奥にな。牢獄の奥。近づくな、この狂人め。仕方ないわね。私たちだけでも早くここを離れましょう。あの女剣士を追いかけてみるしかなさそうね。あのジジイの言う通り、奥へ進んでみるわよ。方はいらっしゃいますか。僕が先頭に立とう。
要な方はいらっしゃいますか？そなたはベーダの騎士なのか。魔獣が喋ってる？普通の魔獣ではなさそうだわ。なんだか妙な感じ。ベーダの騎士との遭遇を喜ぶ日が来るとはな。私を解放してほしい。解放？魔獣を？そもそもなぜ魔獣がこんな場所に。愚かな子よ、私は魔獣ではないのだ。ところが私と面識もないベーダの騎士がこんな奥地の地下牢獄で何をしているのだ。実はね、地上へ出たいのよ。こりゃ傑作だな。ベーダ騎士が迷子になっただと。バカ丸出しだ。彼女の正体も知らぬままここに来た。この声は。何なの君。バルカンの夏、
ミザルの呪い、ジャヤベハだ。その呪われた姿、暴政の代償だろう。なんだって、ジャヤ王妃だって。ジャヤ王妃、ランクレン家のモノか、闇夜のレディアーリ、聞いたことが。まあ、バルカンのクラウン王家と我がランクレン家は昔から深いつながりがあったから、私の世は至ってシンプルさ。ランクレン家の子供たちがさらわれ、ここに連れてこられたんだ。その子たちはどこにいるか。答えてやってもいいが、条件がある。私を解放してくれた君のという答え。何言ってんの。解放なんてしたら何をしでかすかわからないのに。その前に聞きたいこと。どうして法王朝がランクレン家の子供たちをさらうの。これを教えてくれたら解放してやる。さすが闇夜のレディ、あ、そなたの名声は本物のようだな。ニザルの司教の背後、法王朝の存在に気づくと。それくらい当然知ってるさ。ランクレンの血族だけでなく、バルカンのクラウンの、レインディアホーンの少数民族までさらっているらしいじゃないか。なんですって。じゃあサーサールもここに連れてこられたの。銀髪の女剣士もここに。一気に質問されても答えられる口は一つしかない。まずなぜ古代からの直系血族をさらっているのか教えてやる。アーリ、約束は必ず守る。遥か昔、彼はまだ永遠と呼ばれていた。子孫はどこだ。不届き者よ。貴様の運命は我々とは関係のないこと。教える義理はない。この私の前で強奪者の武器を手に取り、巨人の悪臭を漂わせている貴様らに耐えているのだ。
それだけで貴様は私の慈悲深さに感謝すべきだろう。未完の王よ、槍や剣だけが武器だと思うか。貴様の持つその本が最も恐ろしい武器なの。滑稽で仕方がない。強奪者の遺産の重みを人間の肉体で耐え抜こうとするところがな。一体何を言っているんだ。さもなくすでに人間の息を出しているのかもしれんな。ならばこうしよう。ギガントフォールの地下に黒い子宮がある。太古から存在する聖域だ。黒い子宮、貴様の欲しいものはそこにある。オーバーロードの巨人、真の支配者が生まれた聖地。死を超越して真の王になりたいか。強奪者に選ばれた巨人の子よ、貴様の夢を叶えたい。行くのだ。行ってオーバーロードの地を探すのだ。そして二度とここに足を踏み入れるの。忌まわしい強奪者の本を私の目に触れさせるんだ。私の慈悲と忍耐の時間はここまで。貴様ら巨人の血、そして強奪者を追従する愚かさが私の興味を引いたことに感謝せよ。興味が湧いたぞ。強奪者の追従だと私を侮辱する気か。私はこの大陸の覇者、そして真の王なのだ。未完成な存在の分際でよくも。分かっているはずだ。貴様らが全員でかかっても勝ち目はないのだと。約束しよう。もし真の王になったら貴様に敗服すると。それが実現するまでは二度とここに来るでないぞ。女神よ、驚いたことに。その日、聖都エルサライムにいた者はこぞって記憶をなくした。不屈の精神力を誇るごく少数の者を除いても。だから魔獣の王に関する話は今まで伝わることがなかったのだ。聖都は法王朝の救援士マスターアレイザーだった。彼は聖都の占領が終わると彼が見た生徒の姿はアリアの王の地を奪いました。そして彼が指示したわけではないが、王の地オーバーロードの特別研究所が設けられた。王の地、あのオーバーロードバスタードラゴンと呼んでいるそうだ。竜だったなんて。バスタードラゴン、名前などどうでもいいだろう。法王朝はそれ以降太古の歴史を改めて研究し修正し始めた。オーバーロードと魔獣、そして巨人を研究するためには数えきれない直系血族の起源を調べる必要がある。なぜ王妃がそんなことまで知っている。ニザレムの大司教ハインリッヒはロイド法王朝の回し者なのだ。彼の口を割らせるのは簡単なことだ。大司教はロイドの回し者。それに気づきながらニザレムの王妃として何もしなかったのか。
狂ってしまった王に言葉が通じると思うか。あの狂人は大陸中の珍しい血族を探し回り、ついにオーバーロードの子孫を見つけ出した。それがバルカン一族ということ。ランクレン家も。そうだ、よく知っているな。クラウン王家、その分家こそがオーバーロードの子孫だったのさ。信じがたいほど残酷極まりない研究だった。そして大司教はその一部を横取りした。例えばランクレン家の子供たち。そんな極悪非道な。この呪われた体を見るがいい。狂気王にとっては王妃ですら生贄に過ぎないのだ。法王朝がマグヌスを消してくれたら、私の願いは一つ叶っただろう。面白い話だな。そんなの知ったこっちゃない。約束は守った。さあ、子供たちが連れて行かれた場所を言う番。ちょうど満月間近だな。いつもこの時期に法王朝の輸送船がやってきて、稀な血族を連れて行くのだ。今から急げば間に合うだろう。東側の港か。そなたのことが気に入ったか。地上への別の出口を教えてやろう。私についてくるがいい。あ、ここからの抜け道。私たちも追いかけるわよ。ササルもそこにいるかもしれないわ。目標は一致してるみたい。そっちもバルカン族の仲間を探してるそうじゃないか。はあ、今度は私たちに助けてほしいわけ。うん、私たちの仲間を探したい。何を言ってるの、古文一号。私たちあいつにバカ呼ばわりされたのよ。サンサールの救出が何よりも優先なら、彼女アリーは強いから、今は力を合わせないと。思ってたほどバカではないみたいだな。アンニャロー、死んじまえ、ノキオン。いらっしゃいますか。
に立とう。
無理です。我々だけでも撤退して3人組に助けを求めた方が。王朝の正規軍としてのプライドはどうした。必ず食い止めるんだ。耐えるな。王朝の場所。王朝騎士、ニザレムにまだベーダの騎士が残っていたとは。これも女神の祝福か。君はどこの所属だ。この子は私の子分1号よ。しかも本の所有者なのよ。本の所有者本の所有者だなんて世も末だな。詐欺師どもがほざいてやがる。今日は世話になったからこのまま返すわ。なんだ、なんてことだ。もう大丈夫だよ。みんな出ておいで。ダメだよ。ここから出たりしたら絶対許してもらえないよ。子供たちを監禁してたなんて。馬車に手をかけるとは。貴様ら一体何者だ。あの女、闇夜のレディーだ。間違いない。指名手配の名簿で見たことがある。なんだって、あれがアリ。来るな。遅くなってごめんね。君のママに頼まれてきた。ママ、本当にママに頼まれたの。そうだよ。みんな、一つ聞きたいんだけど、金髪に褐色肌のお姉ちゃんを見かけなかったかしら。そのお姉ちゃんなら黒い騎士たちに連れて行かれたよ。港広場を通ってそのまま連れて行くって言ってた。港広場手伝いたいけど、子供たちを安全な場所に移動させるのが先だ。港広場はあっちだ。ここは私が何とかするから。君たちに助けるべき仲間がいるんだ。だったら急いだ方がいいぞ。こんなに優しい女だったの。子分1号置いていかないでよ。いらっしゃいますか。私がいないとダメなのか。
ような方がいらっしゃる。僕が先頭に立とう。助けが必要な方はいらっしゃる。一筋の天候が夜空を照らす。自分たちの主が来たことに気づいたらしい。きっと満月目前だから努力をしてるんだ。腐りかけてる奴らにそんな知能があるもんか。エドイ、法王朝の奴らはなぜまだ来ない。途中でくたばっちまったんじゃ。お嬢さんが迎えに行ったんだし、なんとかするでしょ。あのお嬢さん、なかなかの腕だ。ここで一遍俺とやり合ってくれたらよかったのにな。そんな君の面が見たくないから言ったんじゃないの。Yes.
助けが必要な方はいらっしゃいますか？一筋の閃光が夜空を照らす。覚まして、体がだいぶ弱ってるみたい。これはじきに効くと思うから少し待ってて。サンサール、少し待ってって。これは何なのこのオーラ。厳しい戦いになりそう。君はサンサール。目を覚ましたのね、サンサール。あれはサンサール。今はとにかくあれを倒すことを許せ。なんだ。これは鳳凰鳥によって誕生した化け物、魔騎兵と呼ばれている。我らバルカン人を皆殺しにした三体の魔獣とはまさにこいつらのことだ。これで仇は討った。あいつらがバルカンを。ありがとう、サンサール。私は何もできなかった。私はそろそろ置いてまするよ。どこか当てがあるのか。ちょうど鳳凰鳥の船も手に入れたことだし、
子供たちを連れて海を渡ろうと思うんだ。海を渡る。安全なアリア大陸に行くつもりで、子供たちのママもそこで待ってるからね。君、アリアへ行くのか？ええ。初対面でこんなことを言って申し訳ないが、私も連れてってもらえないか？サンサール。私の父がアリアにいるらしいんだ。私は父に会いたい。そんなの私の許可なんて必要かな。サンサールも行っちゃうのね。いろいろ世話になったよ。ありがとう。君、サンサールのこと頼むわね。きっとお父さんに会えるよ。